こんなずっと見られたらずっと俺脇汗かいてるやめてくれる。大家好，我是秀秀。那我现在呢有点兴奋，因为我今天要带大家去采访社长。是的，而且听说这间公司现在好像在招募台湾的员工。那我今天要去拜访的这间公司呢，叫做 SpeedLink Japan。这间公司呢，它主要的项目分为三大类。第一个呢，是在帮共同合作公司做一个开发、运用、测试以及系统维修的一个系统工程师连接服务。第二个呢，是在针对一些没有经验啊，或是只有少数经验的人，做一个个人教育、事业发展的 IT 学院。那最后一个呢比较特别，它是让中小学及高中生呢可以自发性提出自己想法的一个创意的教育事业。那这样听起来呢，我觉得社长好像是一个很有想法的人，我现在已经迫不及待要去采访这间公司了。那我们就走吧， Go！刚刚呢，就是有偷偷听说他们这边的男女比例是6:4，所以这边有非常非常多就是可爱的日本女生，我们现在就赶快带大家来看一下吧。哇！ちょっと一言紹介してもらえてもよろしいですか？2年目の杉田真奈と申します。私の夢は IT と歴史学を融合させるっていうことになります。素晴らしい。はい、4月に入社したばかりの熊ひな子です。私の夢は30代で年収1000万です。おお、他の人に負けないぐらい稼ぎます。素晴らしい。はい、私も4月に入社したばかりの藤田千尋です。私の夢は起業することです。イエーイ、ありがとうございます。我现在呢已经进到他们的会议室，他们正在开会，感觉是一个非常和乐的气氛。现在我们就来看到底他们现在里面在开会的场景是怎么样吧。なんか今すごいいい男の条件に対しての会議をしていますけれども、これはうちの社員すごいちょっとダサいんで、いい男に育てたいなって思ってるので、ちょっとそれを会議してもらおうかな。仲いいですね。そうですね、すごく仲がいいので、みんなよく一緒にご飯だとか、休日遊んだりしてますね。我刚刚透问他们才知道，社长跟员工的感情也是相当的好，所以我们现在呢就是要跟他们公司的员工一起去社长的别墅。那我们现在就赶快去打扰一下吧。お邪魔します。现在在我旁边的这一位呢，就是 SpeedLink Japan 的社长。こんにちは。すごいすごい拍手。じゃあちょっと社長さん、自己紹介お願いします。自己紹介。はい。40歳、女好き、子供6人。社長是一個非常非常有趣的人，所以就是這個公司的那個氣氛呢，就是也是一個非常年輕化，然後非常開明的一個公司。会社の制度に関してはすごい興味深い部分がありますけれども。プロツクっていう制度があって、社員が自発的になんか会社こうやって変わったらもうちょっと面白くなるんじゃないかとか、あとはこういう事業を立ち上げたら社会に対して面白いことができるんじゃないかっていうのを手を挙げて仲間を募ってやることができる制度があります。会社の自分のなんか一言書いてる壁の前で1000万稼ぎたい女性がいらっしゃいまして、壁にそういうなんか目標とか夢を書いてもらうと俺が分かるので、1000万稼ぎたいと思ったら1000万なりのスキルの人間になってもらわないと稼げないので、それはそれでそういう目線で指導しますね。素晴らしいです。素晴らしいんです。じゃあ早速次の質問いきたいと思います。SpeedLink Japan の福祉構成。これが読んだ方がいいんじゃないですか。こんな自由な感じでよろしいですかね。質問はSpeedLink の待遇。待遇。そうか、よく考えたらこれ求人だったね。待遇。はい。待遇という意味合いでは、そうだ、役職は基本的に会社ないの、ほぼ。役職で仕事してほしいと思ったこと一回もなくて、そこと成果は多分連動しないなと思ってて、だから好きにやったらいいのよ。別に新卒でも手を挙げてなんか率先してなんかやったらいいと思ってる感
じかな。やっぱり大事なことはこうわざわざ日本に出てこられるんでね、こっちに来てやっぱりしっかり活躍してほしいと思うんで、はい、こっちに来てちゃんと地に足つけて活躍していきたいよという子に来てもらいたいと思いますけどね、はい。ちょっと伺いたいのはその台湾の方は台湾での求人を応募して今回の直接もちろんあ、じゃあ就労ビザの支援も全然大丈夫ですね、はい、いくらでも大丈夫です、はい、能力があれば全然雇用します。社長は台湾と日本人のハーフって伺いましたけれども、はい、一番得意な中国語を言ってもよろしいですか。ワパタパトヤワ以上就是我今天的介绍啦，我会把详情放在下面的资讯栏，有兴趣的朋友呢可以去看一下哦。今天呢就到这边，如果喜欢我今天的影片，不要忘记帮我按个赞、按订阅、按小铃铛呢，就可以收到最新的影片讯息。那我们就下一支影片见，拜拜。